それはそうでしょう。ウィンズ の曲は別料金となりますよ、それ。今日はだってケータとして来てますから。やっぱりウィンズの曲になると涼平くんと龍一くんがいて、まあ歌わないと。それはもう後で二人に怒られたくないんで、僕はね。怒られるでしょう、そんな人は。いけるいける、それもそれで失礼だわ、二人に。ほんでみんなあれでしょ、いけるいけるって煽っといてさ、なんか聞いた後にさ、あの後でツイッターとかで涼平くんと龍一くんに、圭太くんが一人でクローズトゥユー歌ってたけど、私は涼平くんと龍一くんがいた方がいいと思いますとか言うでしょ、言うんでしょ。俺は引っかかんないよ、その罠には引っかかんないよ。危ねえ危ねえ、マジ。いやダメ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 でしょ、そこは。いやいや、龍一くんと龍一くんが悲しむよ。あ、なんか俺いないなって言って。じゃあみんなで歌う？歌ってねえじゃん。やっぱおかしいでしょこれ。俺今からさっきさ、サイドバイサイドっていう曲歌いますって言いながらさ、こんな陽気な曲歌ったらおかしいでしょ。全くクリスマスじゃないウィンターストーリーね。さあ気を取り直してサイドバイサイド歌おうかな。じゃあね、みんなじっくり、ごめんね、クロストゥユーじゃないけど、楽しんでってください。優しい風に背中をさせられ、ずっとここまで歩いてきた。かっこ悪い時もあるけど、前に進むことそれじゃいけない。
It's just that beautiful.